え、ダメ？俺これめっちゃ好きなんだよ。泣きそう、いいよな。泣きそう。へこきだブー吉。頑張ってんだな。やっぱブー吉もさ、そのああだからそうだね。だからケツからさ、へが出ることによってみんなには嫌われるけど、でもみんなの、みんなのためにこうやってへこきだブー吉やってさ。だから泣いた赤鬼的なね。ああでもそれがなんか元だと思う、多分。こいつが嫌われることによっていじめなくなるし。でまた別の学校に転校していくんだ。ちょっといい？あの高一のさ、高一の時のあの冬にさ、あのうちのその、まあ、暖房というかさ、学校古いからさ、すごい力の強い暖房みたいな感じででっかいガーって、なんかヒーターみたいな感じか、ガーってさ、強かった強かった、すごい強くてさ、でそこでさ、で誰かが兵したみたいになってさ、クサーみたいな、でそれがヒーターと混ざって、あったヒーターと混ざってクサー、クサすぎるみたいになって、で犯人がそのお前みたいになったじゃん。そう、なんかでそのお前はこのいやしてねえよって言ったけど、いやおめえはおめえだ、平子いたのは、つってさ、みんなになんか責められるみたいになってさ、まあ、俺も責めっつったけど、まあ、俺が最初に言っちったけど、で、お前泣いちゃったじゃん。平してねえよ、みたいな。で、女子とかもマジで死ねえとか言われてさ、女子に。くせえんだよ、みたいな。実は、やだやだ。あれ、平したの俺。ああ、俺ねー。俺ね、ごめん、俺リスト書いてたんだよ。リスト、あのもしも、撃っても犯罪にならない銃があったら撃つべリスト。え、ちょっとごめん、だからその銃殺できるみたいなこと、銃殺リストに書いてたんだよな。え、俺、いや、あの日本当に平行いたやつ。俺振られてっかんで、その後。嘘でしょ。そうだよ、あれ原因で。あけみちゃんに振られた。え、それあけみちゃんなんて言って振るの。その、俺が認めなかったから、認めたったらよかったんだって、すっと別におならぐらいで、俺が認めなかったから嫌だったらしい。ごめんマジで、すまんマジ。振られてっかんね。いやマジで申し訳ない。いいよ別に、もう終わったことだし。すまん。いやもう結婚してるし、あきみちゃん俺じゃなかったらどっちみち、まあ、いやいやでもその時は気をつけてた。うわー、やっぱへこきたブー吉見てなんかどうしても、ほっちごめん、いいよ別に、どうせ俺じゃなかったらし。いや申し訳ない、あの時は。お、ハンバーガー職人やってる。ああ、ハンバーガー、ああここ今行列なんだよね。いいね、代々木のここ美味しいんだって、すごい、いいね。だからそうか、ハンバーガー1個さ1500円が普通になってきてんだね。まあ美味しかったらもうだからがっつり外食って感じだろうね。そのファーストフードっていう感じじゃなくて、がどうした。なんかさ、学食でさ、その日の日替わりがハンバーグで、でなんかさ、ハンバーグくせえ、ハンバーグくせえって言ってたの覚えてる？あったな。日替わりのハンバーグがくせえ。でもみんなハンバーグの日って嬉しいから、日替わり頼むから450円でハンバーグ食えるからさ。くせえくせえって言って、
がさ、くせえけどみんなも頑張って食ってさ、次腹壊してたじゃん。腹壊す。で、みんなハンバーグ、やっぱ腐ってたんだよ、つって。うん、でもそっから、1週間入院したんだっけ。一月かな。一月か。うん、あれで、うん、大変だ。で、食中毒事件か、みたいな。うん、なったけど、お前がそのハンバーグのせいじゃないですって言ってくれたから、うん、なんかね。まあ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 。あれちょっと我慢できなくて学食のハンバーグの元にうんこしてたんだ。それはやばいね。する場所なくて。何する場所なくてって意味がわかんないんだけど。いや、休みのその1限目と2限目の間にちょっと学食行ってやばいうんこって思ったら、その3年がめっちゃトイレ使ってたから無理で、で、その厨房入って、やばい、どこでしょうと思って、なんかバケツみたいなの置いてあったから、そのバケツにも しちゃって。あ、そしたらそっからひき肉がみたいなこと。そうだね。ひき肉のバケツだったから、ゴミだと思っちゃって、俺。後々気づいたんだけど。ごめん。そんなに気にしないでほしい。気に病まないでほしい、本当に、うんうんうん、俺もしたし。いや俺もさ、そのうんこ、いや全く一緒、うんこしたくて、でも3年使っててやべえみたいになって、うん、厨房入ったらそのうんこあったから、うん、あ、こううんこ、うんこ入れなんだと思って、そこにうんこしてさ、じゃ自分の、そう、あの、なんだろうな、その責任感、こ俺はあってなったわけ、あれハンバーグなんだで、草みたいになった時に責任感で食べた。だから俺泣いてたろ、あれ、うん、辛くて、うんうん、うん、責任感で食った、うん、申し訳ない。全然全然。お前がなんか鳥の糞されたことあったろ、うん、急に、うん、あれ俺なんだよ、うん、俺が屋根の上いてよ、うん、うんこしたくなってうんこしてよ、うん、で、お前の肩に落ちちゃった。お前なんか急に彼女に振られたことあったじゃん。あれさ、なんかお前が塾帰りさ、たまたま出てきてさ、女の子と一緒のタイミングのやつや、それ写真撮ってさ、その彼女に送りつけてた。なんでそんなことすんだよ。ごめん。いや、俺らだと遊ぶ時間なくなってるから、彼女です、ごめん。なんかお前ん家の家でさ、うん、その勝手に便器にうんこされてたことあったろ、うん、それ俺、うん、ありがとう。それを流したら終わった、全然。うん。お前んちのミスウサギさ、急に子供産んだじゃん。あれ、俺。は？違う、俺が、ごめん、その、どういうこと？山に一回逃がして、うん、お前んちの。で、また帰ってきたから、うん、またお前のところ入れてたの。今でも意味わかんない、どういうことそれ？多分山で他のウサギと。ああ、その、なんか、ごめんごめん。その交尾してみたいな。うん、お前の母ちゃんがこう浮気して離婚したことあったろ、うん、それは俺じゃない。びっくりした。うん、よかった、安心しろ、うん、でもあのお前の母ちゃんにクソぶっかけたことある、うん、ムカついて。全然いいよ。なんかお前の母ちゃんってなんかムカつく顔だったじゃん、なんか、うん、なんかあのサッカー部のさ応援に来る時とかにさ、うん、お前の母ちゃんムカつく顔だったから、その屋根の上に登ってうんこしたことあった。そう、いいで、お前の母ちゃんの顔にこう、いいよ、じゃあ俺自分のこと以外なんとも思わないんだ。あ、そういうことか。お前傘あったことねえだろ。うん、え、あ、そう、持ってきたのに傘全部なかったろ。お前なかなか屁出ないだろ、うん、俺、うん、俺、それ俺、うん、俺、うん、お前なんか急に太ったろ、うん、あれ俺、もう髪型変じゃん今、うん、あれ俺、お前この間巻き爪やったじゃん、あれ俺、うん、お前なんかみんなに少しだけ嫌われてんじゃん、あれ俺、うん、あれお前んちのさ部屋臭いじゃん、うん、あれ俺、うん、お前のさカバンってさびっちょびちょじゃん、うん、あれ俺、うん、お前外出るとタイガー雨降んだろ、うん、あれ俺。
お前さ、あの目悪いじゃん、うん、あれ俺お前ゲーセン行っても何も取れないじゃん。うん、ある俺、うん、コンビニさ、うん、急に雑誌立ち読みできないようになんか紐をついたじゃん、 あ、うん、あれ俺なんでそれ平和でお前コンビニじゃん、あれ俺なんだよ。お前さ、キムチさ、酸っぱい系とさ、うん、辛い系とどっちが好き？酸っぱい系。それ、俺。関係ないよ。帰ろう。明日やめとこうかな。え？明日やめとくわ。え？明日やめとくわ。何が？ん？明日遊ぶのやめとくわ。なんで？ちょっと、いいかな。でもお互い様だからよくない？うん。うん、遊ぼうぜ、うん、うん、ちょっとお母ちゃんだけ許せなかった。え、お母さん何になってた？お母さんをかけたんだけど、ああお前の母ちゃんにクソ、うん、クソぶっかけたやつ、うん、でもお前の母ちゃんあれだよ、なんかそのじゃあ母ちゃん言うなクランキーチョコだとか言ってたよ、その、うん、俺のうんこ、母ちゃん言うなよ、クランキーチョコ降ってきた、母ちゃん言うなって、クランキーチョコ降ってきたっつって食って苦って言ってたよ。もう言うなよ。セイロガンだったって。全然違うじゃん。クランキーチョコじゃなくて。お前の音楽はセイロガンじゃん。言わなくていいこともあるよ。え？言わなくていいこともあるよ。まあな。